を必要とする方がお乗りになりましたら、席をお譲りいただきますようご協力ください。周りの方にご迷惑となるような大声での会話、携帯電話の通話はご遠慮いただきますようお願いいたします。名古屋市熱田消防署からのお知らせです。皆様のご家庭ではいつ起きてもおかしくないと言われている南海トラフ巨大地震の備えはできていますか？日頃から備えておくことで被害を減らすことができます。いざという時に避難する場所や連絡方法を家族で話し合っておきましょう。地震により家具に押しつぶされたり割れたガラスで怪我をしないよう、家具の転倒防止やガラス飛散防止フィルムを貼るなどの対策をしておきましょう。避難する時にすぐ非常持ち出し品を持ち出すことができるようあらかじめ用意をしておきましょう。皆様の備えが被害を減らすことにつながります。名古屋市熱田消防署からのお知らせでした。
まもなく金山駅です。危険防止のためバスが完全に停車してからご移動ください。お忘れ物のないようよくお確かめの上お降り